高順権高順権高順権の肖像が、高順権孔書31年2月23日、万十六歳没は、新朝末期の詩人、外交官、政治改革者であり、また地日課としても知られる。字は高度。人坂色主人や官比、同人、東海公、法事なお、任彩主人、水青眼交官主人といった語を持つ。関東省、河尾州の人。 聖火は南宋以来続く客家である。ただ、八家といえど、一族より代々巨人八人を出し、うち一人は紳士となっており、その地方では有力な一族だったと言える。父、孔宏志も巨人でありながら、地方官を歴任し、最終的に地府にまで登っている。世界一市、英管市役が刊行され、中国の人々の目がようやく海外へと向けられつつ、 あった1848年に、孔淳剣は生を受けた。幼少より青年となるまでの期間は、太平天国の乱が起こっていた時期にほぼ重なっているために、多感な年頃の孔淳剣本人に多々影響を与えている。例えば、孔淳剣は18歳の時幼子を妻として迎えているが、その数日後に、太平天国軍が集城に押し寄せて、避難を余儀なくされ、 留守となった実家も大規模な質屋を経営していたために、狙われ、莫大な損害を受けている。その苦難のためか詩集、人境路思想では、太平天国滅亡を喜ぶ、感慨という詩が冒頭を飾っている。彼が太平天国に怒りを覚えているのは当然であるが、注目すべきなのは、効果的な対策を打てない成長の官僚にも怒りの、矛先を向けている点である。 好循犬が生涯抱き続ける、実用的でない過去と実務に長けてない官僚への不信不満はおそらくこの時のことが根本にある。そしてこの不信不満こそが彼の進路を方向づけ、そして改革へと借り立てたのだと言えよう。一度かの試験失敗の後、29歳の時に巨人となり、以後政治の表舞台へと登場する。巨人となって数ヶ月後、 日本講師に任命されたいかみあきらに従い、三々として明治日本に同行した。これは日清修好条記に基づき派遣されたものである。当時外交官という職は、官暦という点から言って、エリート街道にあるものではなかった。長男でもあった、高淳健には、家族や知人より引き続き家居の勉強を続けて、 紳士となることを望む声が寄せられたが、彼はこの道を躊躇なく選んだ。紳士となっても、就職難であったことや、非実用的な科挙のための学問に時間を費やすことに、耐えられなかったことがあるが、最も大きい理由は、一刻も早く政治の世界に身を置き、水運の見える祖国のために働きたいという思いが、好循犬に強かったからであった。日本への赴任 高準権は到着してからおよそ4年間日本に滞在し、政府要人との接触や情報収集に奔走した。当時日本と新朝の間には、琉球処分にありし朝鮮をめぐる懸案が存在しており、公子団は難しい舵取りを容疑なくされていた。琉球処分では、当初公子団は強気に交渉したものの、本国にいる対管理交渉との考えの違いや、 国力の差から日本に押し切られ、逃げ湯をのまされる結果となった。しかしその交渉過程でまず布国強兵ありきという認識を持つようになり、日本の軍近代化に注目するようになるのである。続いて持ち上がった問題が、朝鮮の扱いであった。朝鮮は、中国歴代王朝の朝工国として位置づけられて、北が、今後もそれと同様の関係を維持したい新朝と、その影響を排したい。 日本の間で各地区が生じた。当時朝鮮は、鎖国を国勢としていたが、いかん、アキラや高準権は朝鮮が、新朝の指導のもと開国し、諸国と条約を結ぶ方が、新朝、朝鮮共に特策だと考えるようになっていた。これは滞在していた日本に影響を受けている。当時日本では、ロシアの南下に、極めて警戒感を持っており、朝鮮が、 ロシアの影響下に入ることを極度に恐れていた。こうした意見に感化され、高潤権たちは日本よりも、ロシアへの警戒を募らせていったのである。また、同時期結ばれたサンステファの条約により、トルコがロシアに屈しながら、他のヨーロッパ諸国の干渉により逆に、ロシア側が譲歩せざるを得なかったことを知り、多くの国と条約を締結しておいた方が、紛争発生時に、 第三国からの干渉を期待できると計算したためでもある。この考えを朝鮮側に伝えるため、第二回、おさむ新種として日本に来ていた金光州と高準県は面会し、説得に努め、さらに朝鮮策略を手渡した。その外交論は以下のような骨子を持つものであった。新朝と朝鮮との相続関係の強化。 日本やアメリカと連携すべきこと。そのためにアメリカと早くに条約を締結すること。通商を拡大し、西欧から軍事や工業技術を学び、布告強兵を図るべきこと。これを金江州が祖国に持ち帰り、朝鮮の外交を鎖国論から開国論へと展開させるきっかけとなったのである。高純権は外交交渉において、 日本と激しいやりとりを交わしたが、いたずらに反発せず、明治日本から学ぶべき点があることを悟った。また、口述するように多くの日本人の知球を得ており、文化交流を促進している。単なる地日家ではなく、日中友好を近代最初に唱えた人でもある。アメリカへ1882年、サンフランシスコ総領事へと転任し、日本を離れた。 当時のアメリカには20万人に及ぶ出稼ぎ家境がいたが、低賃金で働かされるなど人権が守られているとは、言い難い状況にあった。新庁はこの状況を知りながらも、アメリカに遠慮して特に問題として取り上げず傍観に終始した。こうした雰囲気の中、こう純犬は着任したのである。折しも家境を雇用することを禁ずる法律や、 家境入国を制限する法律が施行されるなど、排斥の機運が高まると、トラブルに見舞われる華僑が増加し、それとともに、好準権が交渉に乗り出す機会も増えた。例えば衛星を口実に華僑が収容所に投然られると、わざわざ総領事自ら出向き、収容所の役人を質問し釈放させたという、在米華僑問題への思いは、畜客編という詞に詳しい。 この中で、初代大統領、ジョージ・ワシントンが万国と国交を持ち、いかなる民族も平等に住むことができると宣言して、より100年も経たないのに、今のアメリカ政府はその言葉に背いても、恥としない、と述べており、自由、平等を国是とするアメリカにおいてなされる、非人道的な行為に、高淳健が怒りを覚えていたことが伺える。3年後高と健は一旦帰国し、 日本国史の完成に専念した。そのため、バイリカゲ館や蝶のホラが外交官として、再度着任するよう促しても誇示したという。その10月には、日本国史編纂の副産物とも言うべき、日本雑事史を日本国史に先んじて刊行している。日本国史は1887年頃に完成し、理工省らに提出されたが、高所定の史、王道和や、 総理が紋章系であったエイン、アキ明など一部の人々に評価されるにとどまり大きな反響はなかった。イギリスとシンガポール1890年、イギリス、フランス、ベルギー、イタリア兼人講師として、赴任する説、福なりの三々としてヨーロッパに向かった。ヨーロッパでの生活にはあまり馴染めず、暴挙の念を募らせていたようだ。銃切りという死では、ロンドンのどんよりとした霧に、 うんざりする、好準権の様子が伺える。翌年、節服なりの推薦で新設されたばかりのシンガポール総領事として赴任。東南アジアにも多くの家境が在住していたが、列強の植民地化が進行する中で保護されずに、放置されていた。新庁では国を捨てた者としてみなしていたためである。新庁の方針を展開させ、家境保護をすべく、領事を 東南アジア各地に設けようとしたのが、節福成であった。節福成自身は1890年に初めて海外の土を踏んだのであり、こうした、家境保護を求める政策提言の背後にはアメリカでの経験に基づいた、高淳権の進言があったのである。通用学会と事務法、高淳権が出資して創刊した、事務法日清戦争のさなか、孔淳剣は、 シンガポール総領事の任を追え帰国したが、以後中国国内の地方官職を歴任することになる。帰国後、朝のホラからの依頼により、公年用務局の総弁を引き受け、未解決の教案の処理に取り組んだ。日清戦争の敗北は、アヘン戦争よりも大きな衝撃を、清朝の知識人に与えたが、高淳権もその一人であった。戦後、 下関条約締結に反対する人々が集まり、布国強兵への道を探る、協学会という団体が上海に立ち上げられたが、高順県もそれに参加した。この時安井や両慶長と出会い、その政治改革思想に共感するのである。特に、両慶長とは親しく、生涯変わらぬ交友を続けることになる。日本国史は皮肉にも、この敗戦によって、 ようやく脚光を浴びるようになり、両警庁の情報して、贈呈版が刊行された。強学会は指して活動する間もなく理工省に睨まれて閉鎖され、帰還し、教学法も定還を余儀なくされる。しかしすぐさま後継士として、循環の事務法が創刊された。この事務法の設立には深く高循権が関与しており、彼の資金援助によって始められたものである。 両慶長を主筆に招き、立憲君主制を宣伝古彩する論説や、日本をはじめとする外国新聞雑誌の時事問題記事を翻訳して掲載した。このうち日本の雑誌、新聞からの翻訳には、古城定吉が当たったが、彼も、高潤権が見つけてきた人材であった。雑誌は、返法思想を広める媒体として大いに力があり、後の母術返法を準備するのである。 同時期、日本は戦勝の予勢を買って、蘇州、甲州に疎開を作ることを要求した。南洋大臣、劉古日の元公順賢は、上海総領事、陳賀捨てと折衝し新しい条約案を作成したが、新朝上総部によって黙殺された。なお、上記の古城定吉は、陳賀の紹介で知り合ったものである。古ンの母術変更母術変法の舞台の一つ子、 南省1898年、母術変法が開始された。これは、公有意、両慶長が中心となって起こした、不国共兵を目指す改革運動である。用務運動が、兵器や工場機械の導入に制限して、西欧文明を受容しようとした改革であるのに対し、政治や外交などの制度まで含めた全般的な改革を目指したものである。この改革は、公有意が、 公所定を要し、北京で指揮を取っていた。公準権は、外交官としての経験から、布告強兵のためには、全面的な制度改革が不可欠と考え、この母術変法を強く支持していたのである。母術変法の少し前、王道和に推薦されて、公準権は、公所定に越見し変法を説く機会を得た。日本国史に、公所定は大きく心を動かされたという。結果、 皇帝から信任されたため湖南省の長田から、塩のり道という官職につき、さらにその後アゼチを兼任した。アゼチは、司法、治安を司さどり、省内では、総督、巡部、不正士につく住職であって、紳士でもない公巡権がこの職につけられたことから、いかに信任扱ったかがわかる。この湖南への派遣は偶然によるものではない。当時小南は総督ばりのほら、 純部陳宝神の祖父、学生の公表及び女筆となど改革を施行する官僚が集っていた。高所定や王道和は、湖南を改革のモデル地区とする意図があって、高潤権を派遣したのである。期待に応えるかのように、高潤権は、偏方派官僚と結び込み並みにおいて、強力に改革を推進していく。それは、成人の性、成人の学を抑り。 もって我が国の政学の兵を微放すというように、西王を改革モデルとするもので、かつ、日本を手本としたものであった。当時まだ国外の土を踏んだことがあるものは稀であり、ましてや官僚、共振といった知識人層に限定すれば、なおさら少数であった。したがって、高潤権のように、直接見分した者の意見が、西王、 日本をモデルとする改革において尊重されたことは容易に想像できる。改革はまず、事務法の経営、あり方をめぐって内紛に巻き込まれていた、両経長を上海から呼び寄せ、事務学堂という改革思想を教授する学校の総教習とすることから着手された。両経長ばかりでなく、同じく、公儀ら変更派に連なる丹次堂、東西常も同時に教師に任じている。 事務学堂は大崎、県の要望を陳田から新が入れて設立した学校である。事務という言葉が完成られているように、通常の科教受験あるいは工学タイプではなく、業務運動の精神、中大西洋を指針とする教育機関として構想された。しかし、憲法派の教師たちは、民権、平等、立憲政治といった西欧的価値観を学生に教え、 コナンに一大旋風を巻き起こした。これは大崎、県の思惑を超えたものであって、その過激思想を厳しく批判した。結果、コナンの改革に強く反対する一派を生み出すことになり、改革の進行を阻害することになる。さらに高潤県は、商法、小学新報という雑誌新聞を発行し、返法が避けられないことを世に知らしめようとした。これらの古水により、 変法派の勢いが強くなり、高潤権がコナンに来て以来、我が省の民心、富に一変をなすと保守派をして言わしめたのである。この多府転職会を組織し、女性に強制されていた転職の廃止を訴えている。高潤権の行おうとした改革の眼目の一つに、地方自治の導入がある。上野事務学堂が少僧の学生たちを対象とした啓蒙を目的としたのに対し、 次大部を対象としたのが南学会である。南学会は学会の体裁を取るものの、実際にはコナンの指導的な次大部層を集めて、立憲政治の仕組みを理解させ、ゆくゆくはコナンの地方議会たらしめようときとされた団体である。また治安を担当する機関として保衛局を設けた。これは西欧や日本を反としながら独自の改良を加えた。 官民合弁の警察制度である。さらに実務に長けた管理を育成するために仮官を設けた。ただこれらの改革が実行を挙げたかどうかは疑わしい。母術偏法は別名百日維新と言われ、下に見るようにごく短期間で集結するからである。挫折数々の改革を打ち出した高順権であったが、ここをと得張りのほらほかの大官が、 公式教役用学部をめぐって、校位たちから距離を置き始めると、一気に事態が安定した。1898年に、母術政変が、政太公や遠征外らによって行われ、改革が頓挫したのである。当時、校順権は、新たな中日講師として派遣される直前であった。政変の発生を、上海で聞いた。 高淳健は慎重に一点捕獲されるも、イギリスの中上海総領事や日本孔子林ンンス助の口添えにより重罰は課せられなかった。なお、日本孔子は当時来放していた伊藤博文の指示で動いていた。高淳健と伊藤とは、木が中日産三々時代に面識があり、外交をめぐり対立しながらも、個人的には木を高く買っており、その死を惜しんだためである。 ダンツグ次ーラボ実六君氏は、形状の炉と消えたが、高淳健自身は免職で済まされ、以後郷里に引退するのである。関東省、高淳健の郷里関東省、河王州郷里に引退後、高淳健は、岡愛孔と私文をやりとりするほか、日本に亡命した、両慶長がその地に創刊した、雑誌、新民相法や、新聞学に文章を発表する毎日を送った。 そして時折立憲改革や革命運動、文学の新たなあり方などを両慶長と手紙で意見を交わしていた。政治に関しては李工省に出馬を壊れたこともあったが古事死闘し自ら乗り出すことはついになかった。この時期の高淳憲は身体思想策に熱意を傾けていたようだ。しかしこの時期、高淳憲は施策に飲み明け暮れたわけではない。 彼が施策とともに熱意を傾けていたのが教育活動である。帰京後、孔淳健は教育の普及に熱心に努めた。彼は日露戦争において日本が勝利したのもロシアよりも学校教育が普及していたからだと説明する。こうした不国教兵と結びついた教育観は外交官として諸国をめぐった時に身につけたものであって、 日本国史にも同じ観点から日本の学生について詳しい記述が出てくる。1903年、河王工学会議所や東山初級師範学堂を作り、教育改革に着手した。校舎は中国でも最も早く作られた師範学校の一つで小学校教員を養成しようとしたものである。校準権は広範な教育の普及こそ寛容と考えていたため、 学校では家が裕福だろうが貧しかろうが同じ場で教育を行い、ただ年齢でもって分けたのみであった。教科内容は理科や数学、体育など現代の学校教育に近い内容となっている。またそれまでの教育機関であった書院とは異なり、学級や卒業といった制度も設けていた。これらは近代的な学校制度を導入したものである。しかしこの教育改革は、 当初からいくつかの障害が立ち塞がっていた。まず地元の有力者たちが学校教育に過去対策を挿入するよう求め、高準権と対立したこと。また教育を普及させると言っても教師そのものの絶対数が不足していたこと。これらが問題として浮上した。結局前者は1905年に過去そのものが廃止されて問題が消滅し、校舎は指定や門人を 日本の公文学院に留学させ、市販学校制度を学ばせ解決した。母実変法は頓挫したが、公準権の地域に密着した教育改革は、母実変法における啓蒙的側面を継承した活動であったと言って良い。勘を辞して、より7年後の1905年、早わずらい英民、去年58。その母子名は、若い友人、両慶長の手になる。 彼の死後、子弟たちはその意志を継ぎ、河王州の教育改革を推し進めていくのである。高王淳健は新末を代表する詩人としても、著名である。金星司会三傑の一人と言われた高王淳健は、生涯を終えるまでにおよそ千種の死を残しているが、作詞は十歳から始めたられた。その死は、新派師として知られ、また本人は、司会革命の先駆者と目される。 題材には日常の生活を選んだものが多く、例えば日本雑字紙では飲酒や新聞紙、幼稚園など身近なものが取り上げられている。この日本雑字紙は総理我門に提出して同文館より刊行したものが最初の漢本であるが日本を手軽に紹介する書として人気を呼び、以後中国及び日本で何度も出版された。 こうした日常に密着した作詞姿勢は詩に交互を積極的に導入しようという文学理論と密接に結びついている。高純権には完全の現実を可能な限り忠実、思想に描写したいという写実的な欲求があったために、霧状派のような技古的な表現方法には批判的であった。原服の天縁論が、 社会進化論を中国に紹介したことを高く評価しながらも、その文体が天傘、さ、拡張の高さに肯定する、あまり難解すぎると批判したのは、そうした文学館に由来する。新たな時代には、新たな表現こそ必要不可欠と考えたのであって、我が手もて我が口を移せば、古も兄によく、後見千夜と述べ原文一致を私文に求めた。それは、 後の文学革命を先取りしたものに他ならない。なお、くしくも、高淳剣が来日していた時期と、双葉亭氏名の浮雲が発表された時期は重なる。日常に密着した詩は、注目に値するが、題材の量から言って最も多いのは、時事問題に関するものである。上で触れた、畜客編は、その代表例であるが、その他にも、日清戦争の敗北に、 心痛める愛漁順や義和団の時の7月21日外国連ね軍、イリハンケ氏等がある。これらの詩には、高淳剣の批判精神が遺憾なく発揮されており、知事への関心こそが創作の原動力だったことがわかる。高淳剣の詩は、女上詩よりも女自詩に優れると言われるが、その詩は単なる文学にどまらず、当時を生きた一大が詩に託して、 心の内を吐露したという点で貴重な歴史証言ともなっている。それゆえに、高淳剣の死は死死と評されている。以下はその例。1895年頃作、交渉文化後半の一部。日清戦争敗戦の攻めを取った低助章を痛むし、高淳剣と日本の関わりは深く、日本での体験は彼の人生、思想に大きな影響を与えている。 外交官となって諸外国を巡っているが、最も関わりの深い国は日本であったろう。日本とは国益をめぐって激しい対立を演じたが、一方で多くの地域を得た。その地域を通じ得た情報をまとめ上げ、中国に日本がどういう国か紹介もしている。また新朝の改革にあたって明治維新に習うべき点があると考え、 同志の幸運や両傾聴にも影響をもたらした。幸準権は近代における地日化、新日化の先駆とも言うべき人物なのである。とはいえ、彼も来日当初から知識や親しみを持っていたわけではない。当時の中国の人々のそれとさして変わりないものであったであろう。古くから国交があることは知っていても、それは文字の上だけに過ぎず、またそれも 全く十分なものではなかった。よって、最初は、中華思想的発想から、日本の文化は、中華文明のありう、もしくは、同文同士といった程度の認識しか、好循環は抱いていなかったのである。そうした人物が直接体験によって、異文化を見出していくことはごく自然のなりゆきであった。中日講師たちが、日本の土を踏んだのは、明治維新よりおよそ十年後であるが、 その当時の日本は官民一体となって西欧化に取り組んでいた時期であって、高淳権はまずその点に嫌でも気づかざるを得なかった。高淳権は頑固な保守派ではない。したがって、富国共兵や植産工業については何らは高まりなく納得できた。しかし明治になって日本人の服装をはじめとする文化、習慣は一変したが、こうした変革、 すなわち文明開化を目の当たりにするとき、郝淳には文化の源流たる中華をないがしろにし、西欧文明に心を売り渡したとしか考えられなかったのである。ただ郝順剣が当初文明開化に否定的だったのは、中華思想のみが原因だったわけではなく、彼が親しくしていた日本人にも同様な考えを持つ者が多く、それに影響されたのも一因である。 一流の文化人で構成されていた講師団のもとには、伊藤博文や江本武明、大山岩尾といった政府の要人や、あるいは宮島誠一郎や民六社同人の中村、正直も訪れるなど、一時期講師官モードが流行したほどであったが、ごく親しく付き合ったのは、西欧家に批判的な感学者たちであった。例えば、大河内明星や石川栄、岡六門、重野安継、 青山演寿、亀貝公、岩谷治といった人々が足しげく公使館を訪ねた。彼らは西欧文明に全くの無理解というわけではなかったが、少なくとも批判的であった人たちと言わねばならない。なおこのうち中村や茂野ら幾人かはアジアの提携振興を目指す団体、講和会に参加している。大河内彰星、高淳健は日本語を話せなかったので、 その一疎通は漢文による筆談によって文化交流が図られた。当時の日本の知識人たちは文のよし悪しは別として普通に漢文の読み書きができたためこれが可能であった。筆談は多岐にわたるが漢学者たちは講師館を訪れるたびに詩文の批評、添削をこうたり著作への序文を求めたりすることが多かった。好循犬の批評は率直で、 やや手厳しかったようだ。しかしそれは悪意から歌詞を指摘したのではなく、胸気を開き真摯な態度で、見せられた自分に臨んだからに他ならない。序文を寄せたものとしては、例えば、日本文章規範、明治名歌詞戦などがある。感学者のうち大河内明星は特に関わりが深かった人である。彼は元高崎藩藩主であるが、数日に一度は、 公使館を訪れていた。その際の筆談記録は見つかったものだけで71冊にも、上り、当時の日中交流を探る上で貴重な資料となっている。その大部分は、大東文化大学大河内文庫に所蔵されている。また、日本雑寺市の書庫を保存したいと、公純慶に求め、自宅に日本雑寺市再書庫塚を作って、それを収めた。今その塚は、 伸び止めの平林寺に移築されている。しかしそうした人々との付き合いが多くとも、日本で暮らしていれば、次第に単なる同文同種で片付けられない、異文化としての日本が顔を覗かせてくる。例えば貧しく質素であっても庭木を愛する素朴な、庶民、客が訪ねくれば細やかな気配りをする最上そして積極的に海外のことを知ろうとする、日本人の好奇心など、高循犬は、 日本の美点を素直に認め称賛している。特に彼が愛した日本の風習は桜の花見であった。在日期間中、先の観学者たちと連れ立って毎年欠かさず、花見を行い、桜を織り込む詩文も残している。例えば、隅田川での花見の詩に、東高第一に大川を愛すと読み、その解説において、隅の絵の左右、数百十あり、雪のごとく霞のごとく、 二色のごとく、他のごとし、良一石の月明かり、再びその地に遊べば、真に身を、放来の中に置くがごとしと述べている。実は、日本人が桜の花見を非常に好むことを中国に広めたのは、孔純剣であった。中国とは異なる日本固有の美点を出すこと、それは翻って、古国との対比を促し価値観が多元化するきっかけとなった。その結果、 高潤拳の中の中の中華思想は徐々に動揺させられ、中華はその文化、文明の影響を他国に及ぼすだけの一方、通行的存在から相互に影響を受ける存在へと徐々に変化していく。また服装等の文化を一変させるような文明開化が明治維新と一体不可分であり、それによって日本が富国共兵を達成しているという眼前の事実を、 こう潤は認めざるを得なくなるのである。苦悩の末に彼は、不解説を採用することにより、中華思想と現実を融和させる。つまり彼は、西欧の学問とは、牧師の学が西に伝播して発達したものだと考える、ことにより、そうした西欧に追随する日本の改革を是認する、方向へと思考を改めるに至る。こうした理解を、後世の我々が先白として、 笑うのはたやすい。しかし当時いかに中華思想が強固なイデオロギーであったかを想起するとき、そして生まれた瞬間からその影響下で育ってきた高順権の前半生を知るとき、そこから半歩足を踏み出すのにも多大な努力を要したことに思い至るであろう。その点で高順権の思想的苦闘は評価されて良い。以上のような認識の進化が明確に形を成すのは、 日本を離れアメリカ駐在を経て得られたものであった。日本滞在中はまだ文化面における大家主義に批判的な意識が残っていたようだ。そのため当時を代表する知識人であった中村正直と交友しながらその思想に感銘を受けた様子は見られない。しかし日本が注目すべき国であるという認識はすでに滞在中からこう純は抱いており、それに伴いあまりに 明治日本の実情が中国に知られていないことを憂慮していた。また在日期間中特に高順権の関心を持ったのは日本の布告強兵政策である。故国が内有外観を抱えて宿泊する現状を憂えていた。彼は以前よりいかがに改革すべきかということが頭より離れなかったため明治維新を参考にしようという使命感にとらわれた。 そうした考えから、日本の資料を、友人の漢学者や宮島誠一郎に依頼して、収集し、編纂したのが、日本国史と日本雑事史なのである。日本国史が、一応の完成を見たのは、1887年で、ある。作った四部のうち一部を手元に止め、残りは、総理我門や理工賞、長のほらに提出した。1890年には、半木に付されたものの、 刊行されず、実際に印刷したのは1895年である。時あたかも日清戦争の敗戦後であって、明治日本の情報が渇望されていた時期であった。この書によって日本及び明治維新がどういうものであったか、広く知られるようになったのである。日清戦争の賠償金は2億両であったが、そのために、この書早く敷けば、再平2万万を省かん、つまり、 日本国史が早く知られていれば、賠償金に抑料を支払わずとも済んだものを、と探足されたことは有名。日本国史表紙定裁は、通り点や通詞にのっとり、構成は以下のようになっている。中等年表、国投資、臨校詞、天文史、地理詞、食官詞、食家詞、兵士、警報詞、学術詞、隷俗詞、物産詞、工芸詞。全40巻。 総字数五十万字強日本語に翻訳するならば、その数倍の字数が必要となることは言うまでもない。体裁や構成は伝統に従ってはいるものの、その中身は大きく異なる。この著作の特徴として、まず挙げねばならないのは、その編集方針である。それまでに編まれていた他の海外知事書とは違い、日本国史は自民族中心的な部分がなく、 事実の記載を重視する。また事実を記載する上でも、古き時代よりも、新しい時代、特に幕末から明治を詳しく叙述している。そして事実を記した後、外資枠で始まる好循権の評論を付しているが、そこでは時に祖国との対比がなされている。これは、比較によって、明治日本を手本とした改革の道筋を示さんがためであった。 また見た目も工夫が施され、随所に数字や統計、表が用いられ、日本や欧米の書物の良いところを取り入れようとしたようだ。この日本国史は二つの役割を持っていた。まず改革の手本を示すこと、そして明治日本の現状紹介である。前者について言えば、五箇条の御正門、廃藩治験、出録処分、基礎改正等は、無論触れられており、 制度改革全般、政治、経済、軍事、文化問わず細かく述べている。後者の現状紹介は、単なる紹介というよりも、必然的に改革の結果を示す形となっている。この、日本国史は、日清戦争後にあっては、非常に大きな影響があったと言わねばならない。中国における明治維新刊を決定づけたばかりか、それに反を取った改革、募術変法を推進する。 原動力の一つともなったからである。後日変法を推進した、こういう意、両慶長ら変法派は、改革案の立案に最しこの書から着想を得ている。例えば、こうには、こ書帝に検定した、日本編成功という書物があり、この書は、こ書帝が改革を決意するきっかけとなった書でもあるが、この書の中には、日本国史から、丸々引用された箇所があって、 日本の実情を示す、際の根本資料として、日本国史が扱われている。具体的な政策のモデルとしてだけではなく、日本国史の中の尊能上運動についての記述は、改革の必要性を切に感じていた新末の青年、例えば、ダンツド動や東西常といった、偏方派に属しながら、革命志向があった者たちに、強い共感を持って読まれた。 大久保としや木戸高義といった明治の元君の名前は当時にあっても日本国史によってよく知られた名前だったのである。好潤圏について語られるとき、ほとんど必ず愛国者と日中友好を唱えた人といった類の言葉がついてくる。近代の日中関係史を紐解くとき、この二つがなかなか両立しがたいことに気づくが、彼には、 違和感なくこれらの言葉が同居する。外交官として国益を守るために強硬な態度で日本政府との交渉に臨んだが日本人に憎悪されることなく伊藤博文からは逆に敬意を持たれるような人柄であった。母術返法末期に日本講師に採用されたのも日本側からの要請があったためである。明治維新を高く評価しその成功を中国にも率先して 伝えようとし、また晩年には、一族の若者や門弟を日本に留学させるなど、親日的である点は終生変わらなかった。以下に示す詩にあるように、高淳権は、日中が手を結び、共に、西欧列強に対抗することを夢見ていたのである。し、陸軍艦学校開校令政府、締めありすたる人新能に次のような一節がある。陸軍艦学校開校令政府、 締め有りすがる人新の後半の一部を抜粋。ありがとうございます。